こんにちは、ひろきです。今ロサンゼルス空港に来てます。いつもスターアライアンスのラウンジに来てるんですけど、まあ、ゴールド会員以上だったらね入れるところですけど、このような、いろんな区間で区切ってありますね。入り口を入ると一番最初に、本屋さんみたいな、なんか図書館みたいな、なんかちょっと区切った静かなところとか、あとハリウッドの風景がね載ってるところとか、あと食事を取りたい場合は取れるようなところの前の前にはすぐ食べれるようになってます。あと中央が、まあ、ソファーが置いてあって、その奥の方には映画の施設見れるような空間があります。あとベランダの方に行くと、あの一般のフロアがね、下の方のフロアが見れるようになってます。乗りたい飛行機の、乗る飛行機の案内もあります。まあ当たり前ですけどね、細かいのはまた区切って区切って、出したいと思います。長いのはあんまり公表じゃないので、短く短く分かりやすく、その場その場ポイントポイントを出していきたいと思います。ロサンゼルス空港で分かんないことがあればまた聞いてください。その人を作っていきたいと思います。では